片岡が帰ってきたのが9月の3日、まあ、9月に入って11勝ライオンズを挙げている、まあ、チーム状態もこの片岡が帰ってきてからだいぶ上がってきましたからね。そうですね。松井和夫はアウト、思わずレフトスタンドからはというブーイングが起きていました。いやー、ナイスプレーですね。ナイスプレーです。フルス相手に見せつけました。今のなんかでもね、回転してるんですけどしっかりもうファーストベース意識できてますよね。これなんか見てないんですよ、もうはっきり言って。あそこにファーストベースあるっていう感覚でもう投げてますからね。でまた慣れ親しんだこの球場ですからね。これはもう素晴らしいですよ、はい、このプレーは。またフォアストガルシアもよく開きました ね、2アウトランナーはありません。まあ、ある意味松井和夫からすればこの球場で生まれ育ったようなもんですからね。そうですね、まあ、若干芝生がね、まあ、変わりましたよね。変わってますからね、あの当時と良くなってますからね、はい、1番に帰って栗山です。